どうも井上山でございます。どうもミルク佐藤です。はい、どうしたんだろう先生、今日もサッカーをめちゃめちゃ楽しむためにということでミルクサッカーアカデミー、今日の授業こちら、ドン。なんと欧州組日本人選手数名が今冬日本復帰の可能性、はあ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、ということで持ってまいりました。あの人もあの人も、そう、なんか9人ぐらいいるんじゃねえかって話があったりするんですけど、まあここに4人いますが、他に一体誰なのかってことで、はい、いろいろ持ってまいりましたので、先生が泣き声だったのか、ちょっとこんなところ、いやまだね、ヨーロッパで見たいよって言ってもいたりしますからね、やっぱ嬉しかったりするところもありますけどね、まあそうなんです、それはそれはね、これで、はい、ということでございます、皆さん、はい、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますと、はい、今日はですね、これからシートが3枚ほど出てくるんですけども、うん、ヨーロッパ組のちょっと通信簿を作ってみたってところもあるので、はい、ちょっとそれも踏まえて見ていただければと思います。はい、お願いします。まず1枚目こちら、ドン、はい、出た、はい、こんな感じでございます、はい、ありがとうございます。まず今可能性がある人、まあパート1ですけども、うん、と、あと1人決まった人もいますけど、はいはいはい、まあこの3人ですね、まずはね。ね、はい、はい、うん、まず真ん中の上田直美選手は、まあマーサが言ってくれた通りですけど、うん、鹿島アントラーズへの復帰が決定しております。うんうん、はい。なので来シーズンは鹿島で戦います。岩政政権の元センターバック。そうですね。はい、庄司上田というダブルセンターバック。すごい鹿島だね。そうですね。はい、うん、まあその代わり、ミサオケント選手が、まあサンタクララというポルトガルのチームに行ってしまったんですけど、はい、うん、まあちょっと上田選手これ見ていただいてもそうなんですが、実は、今シーズンフランス2部のニームというチームで出てね、戦ってたんですけど、うん、まあ、お怪我もありまして、うん、実は、いわゆるフル出場していたら 100% ってところで考えると、なんと 4.1% しか出れてなかった。ああ、そうなんだね。ああ、そっか。怪我で流れに乗れず、ちょっとその怪我の段階でもうカタールワールドカップメンバー行きの可能性もなくなっちゃってたので、まあ新規行ってまた鹿島でということになるのかなというところですね。あ、じゃあ試合感をちょっと取り戻しながらっていうスタートになるかな。うん、そういうことですね。はい。そして、もう一人鹿島に噂があるのが左でね、柴崎岳選手でございます。はい。ワールドカップではね、出場はなかったですけれどもと、うん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 、実はレガネスではなんとシャドウだったりボランチだったりサイドハーフだったり、まあいろんなとこやってました。シャドウもやってた、はい。気づけばですね、クロス数がチーム2位とかね。いや、いいじゃない。ねえ、いろんなことや。そうなのよ、実は。流れちゃって外に。そうなのよ、いろんなことやってました。で、その5人交代制の時代でね、前線の方もやってたからでもありますけども、まあ交代もいろいろありますが、それでも 100% 中 65.2% の出場時間を得ていたのが柴崎選手です。なんで、まあ、復帰があるのかどうかわかんないなと思ってたんですけど、はいはいはい、まあちょっとやっぱミサオ選手が出たっていうので、まああんのかなと思う。ボランチとしてってことだよね。まあね、タイプは違いますけど。うん、ただこれ撮ってるのが実は12月21日のまあ16時過ぎなんですが、はいはい、ついさっき町田ゼルビアから佐野海舟選手がね、鹿島アントラーズに行くことになったので、大きなニュースです。これによってちょっと、あれか、経路か。もしかしたら、そうですね。うん、まあただ、やっぱタイプは違うので、そうだね、まあいわゆる柴崎佐野っていうダブルボランチの組み込んで面白いの借り取って発射台みたいな。そうなんですよ。はいはいはい。だこれからは二人のね、まあ鹿島もそうだし、うん、柴崎選手の動向もちょっと気になるかなというところでございます。うん、なんか先生がよく推理で使うあの、ご家族のね、ライフステージ問題って言いますかね。ええ。そろそろご出産とか。いや、ちょ、聞いてよ、まだ。日本でみたいなのもあるんじゃないの？わかりませんか。いや、なんかね、はい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 、これあの、上田綺世選手が、ベルギー移籍する前の話なんですけど、はいはいはい、柴崎岳さん、上田直道さん、上田綺世さんの奥様3人での会合があったんです。先生はこれ睨んでました。睨んでたというかね、チェックしてました。はい。その時は要は、はいはい、やっぱ柴崎選手も上田直道選手も A 代表経験者だから、うん、で、やっぱ上田選手なんか、やっぱね、サークルブルージュ経験者でもあったから、うんうん、上田綺世選手とのやっぱそういうなんかね、奥様同士での会合だったんじゃないかって話あったけど、うん、逆で、はい、柴崎上田、はい、両奥様にとっては今の鹿島どうなのってことを、ああ、なるほど。聞こうとしたっていう会合とも取れますよね。おちおちお茶を飲んでられないね、ノーミルクにかかったら。なるほどね。そうなんですよ。いろいろね、こうやって推理させていただくのが楽しみでございますね。別に詮索しようってんじゃないんですよ。ごめんなさいね。そうね、いろいろね。サッカーが好きなんです。皆さんの選手のこと好きなんです。はい。そしてもう一人回るのが道は右で浅野拓磨選手。拓磨さん。
まあ、出場時間が 29.9% と書かれてますけど、はい、あの、忘れちゃいけない、あの、得点し、うん、ワールドカップで得点したからみんなちょっと忘れてると思うけど、うんうんうん、ワールドカップ来れない可能性あった人ですからね。あ、怪我でね。大怪我ありましたから。確かにそうなんだよな、ね、板倉さんとかね、浅野さんが一番心配された。そうなんですよ。よく直してあれぶち抜いたよ。そう思ったらグッとくるよ。グッとくるよ。だけに戻ってきます、このタイミングで。俺はないと思うね。ねえ。だ来るなら、うん、やっぱ広島のスタジアムに合わせての来年とかですよね。なるほどね。はい、よくてもね。はい、でもその時バロンドールに絡んでると無理でしょ？いや、無理だね。もう無理だね。ちょっとないかもしんないけども、一応噂が立ってるってのでも持ってきたよという一人でございます。ボーフムがあんまり良くないんでしょだってね。そうなの、それもあるのよね。順位がね。はい。そうなんだから、降格ってなったら、まあ、しょうがないかもしれないとかもあるかもね。ね。はい、ということでございます。はい、はい、はい。そして今度は、また今度4人目、5人目、6人目いきましょう。今度こちらでございます。ドン、はいはい。吉田麻也、室谷聖、出口、はい、陽介という。このあたり、はい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 。はい。まず、吉田さん、まさすごくない？めっちゃ出てるよ。すごい、さすがですね。カピタン。我々のカピタン。で、吉田麻也選手はなんか神戸とか名古屋とか浦和が取ろうとしてるって話はあるんですけど、はい、まあ、やっぱこういう出場状況でもありますから、まあ、帰ってくるわけはねえだろうと、佐藤的には思ってますよ。まあ、客観的に見たらそうですけどね。で、ただ一つ、いわゆる夏にシャルケを離れる可能性ってのは正直あるんですよ。うん。そうなの？っていうのも、うん、あの、吉田麻也選手が来年もシャルケにいる条件っていうのが実は二つあるんですよ。うん。うん。その二つをクリアしない限り、離れることが決まります。ほうん。ってのが、もう契約状況もすでに発表されていて、うんまずはシャルケが残留すること。ああ、やばいの？まあ、現状だから18位なんで、18チーム中18位なんでやばいですね。ああ、板倉選手が上げたみたいなとこあるもんね。そうなんですよね。落ちんでほしいね、これね。はいはい。でいて、吉田選手が25試合以上出ること。はい。まあ、今んとこもう15試合中、16試合中15試合とかかな、出てるので。どういうことそれは。あ、うん、試合全体で25試合以上個人が出れなか、個人として出れなければ、うんうん、来年は残念ながらっていうことは決まってるみたいです。契約で？契約で。ああ、あ、本所属は吉田さんは？が、シャルケです。あ、でよね。そう、なんだけど、何それ、そんな契約がある。なんか一応なんか、これいろいろヨーロッパではそういうことあるらしいです、うん、なんかいろいろ。あ、だから。25試合出してね、約束ね、だから行くよって、それで出れないともう出るよってこと？まあ、ある意味でそういうことでもあるかもしれませんし。じゃあ、あと2試合出るから、実際怪我なんだよねってことはない。まあ、だからもし怪我とかになっちゃったりは、チームに貢献できなかったっていう意味合いでも、解雇の可能性はありますよね。まあ、年齢といろんな狭間で、いろんなことがあるんだね、実際。そうなんですよね。はい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 、だちょっとまだわかんないけど、現状であれば、まあ、シャルケ残留ではあるだろうなと。仮に対談ってなっても、これ、ヨーロッパであるでしょ、いろいろ。だって、こんな成績残したチームのキャプテンでしたからね。うん、日本代表でしょ、うん、うん。そうでしょうね。よほどなことがない限りは戻ってこないとは思いますけどね。うん、何かいろんなね、日本に帰ってくる理由というか、うんそうですね、やるべきことというか。そうですね。はい。なるほどね。はい。そして、続いて、こっちがちょっと気になるのが、うんハノーバーの室谷選手です。うん、なんと、こちらは室谷選手、なんと、サイドバックながら、今年3得点してるんですけど、すごいんですよ。こういうフォメなんだね、だからか。そうなんですよ。うんうんうん、で、まあ、リーグ出場時間も 90% 近く出てるんで、はい、まあ、残るだろうとは思われてるんですが、うん、やっぱりそろそろアラサーだっていうところ。うんうん。あ、ちょっとまだアラサーなの？まだアラサーです。全然次のワールドカップ狙います。南野さんと同い年、そうそう。幼馴染だもんね、うん。そうなんですよ。うんなんだけどやっぱハノーファー、まあずっと言えばドイツ2部で、うんうん、そろそろハノーファーとしては全体的に若返りたいっていう方針もあるんですって。なるほどね。20代前半から中盤。ああ、そっか。だそうなった時に室谷選手を獲得するチームが現れるか否かっていうのが焦点だっていうのが、うん。Jリーグも選択肢には入ってきそうな感じですかね、そしたら。っていうところで、うん、国内復帰もあるんじゃないかって、ちょっとドイツ紙でもチラッと出たっていうのが。え、だけですか？まあそうなったらそうでしょうけどね。まあ、ただこれで一部昇格っていう可能性全然今ありますから。そうですね。それ次第か。うん、話は変わってきますよね。はい。話は変わる。話ね。はい、はい。で、右がちょっと今年辛い状況になってるのが出口さんですね。ああ、そうか。まあ、怪我もありましたけど、ちょっとまだ出られてないと。
なんか今ガンバやら名古屋が狙ってんじゃないかって話になってますけど、ちょっとだからプレイしてないので何ともデータもないので言えないという状況になっておりますと。まあ、ちょっと状況どうなるかってことはちょっとね見ておきましょう。まあ、この才能能力ですからね、実績やっぱりプレイしてほしいよね。そうだね、うんうん、プレイしてなんぼですからね、うん、はい。ということで続いて今度7人目から9人目最後のシート見ていただきましょう。こちらでございます。ドン、はい、こんな感じでございます。ああ、なるほど、はい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 、こちらもちょっとってところですけど、あ、そうか、まあ、まず一番左ね、小川亮也選手。そうなのよね、全然ワールドカップとか代表に絡んでね来てもおかしくないというか。そうなんですよ、はずだったですけども、実はもうね、ミルアカでも動画、彼がね、移籍するときに出しはしたんですが、はい、もともと左に高さのあるような、うん、まあ、サイドが欲しいっていうところで小川さんが行ったって形ではあったんですけど、うん、大きいんだよね、意外と。そうなんですね。そう、184ぐらいあるんですよね。いや、意外とじゃない、ごめんなさい、でかい。あ、そうなんですね。なんだけど、実は、全然出られてない状況が続いて、いまして、はい、だからもしかすると、東京か、まあ、東京じゃないかもしれないけど、うん、J リーグの復帰かってのがもう実はポルトガル市では出てるっていう状況にはなっていますと。はい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 。最近はちょっとなかなか試合に絡めてもなくなってきてるので。どうしてなんですか、コンディション、やっぱライバル強いとかそういうこと。やっぱチームがですね、はいはい、ちょっと調子いいっていうのもあったりだとすると思うんですけど、ライバルが出ててね、勝ち続けてるんだったら、まあ、なかなかそうか。ですよ。だからちょっと、だからもしかしたら言語の問題とかもいろいろあると思いますけど、ちょっとだから他の選手の方が今際立ってしまっているというのが、ね、はい、ね。ちょっと環境変えるのもありですよね、あんだけど。代表ですもんね、我々の。そうなんだよね。はい、逆に他のチーム行ったらすぐ活躍できるって可能性すらあるから、はい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 、ポルトガル国内移籍とかもあるかもしれません、ね。なるほど。はい、うんうん。そして続いてが今度は、川崎周平選手でございます。はいはい、はい、で、ガンバのアンダー23でめちゃんこ活躍してね、ポルトガル行きましたけれども、はいはい、実は一部リーグとかトップチームではなかなか活躍できてなくて、なるほど、今アンダー23のチームで出てたりするんですよね、はい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 、ただその時期が長く続いてるっていうのがあるので、もしかしたらってことも考えられるかもしれません。変えよう、環境変えよう、これ若いんだし。そうだ ね, ね。でも逆に言ったら、ポルトガルのアンダー23では一定以上出れてるっていうのはあったりするので、うんうんうん、またそれはそれで難しいところではあるよと。そうだね。ここがどうなるかでございます。でも意外とね、こういうのが、この感じが後に生きてきたりしますもんね、キャリア見ててもね。そうですね。ね、はい、うんうんうん。そして最後、ここちょっと佐藤的にはどうなんだろうなっていうふうに思ってることがありまして、この間、まあね、ポルトガルのジルビセンテに行った荒井瑞希さんでございますと、ベルディからね。実はちょっとね、問題が一個発生してるのが、荒、はい、井さんがどうの話じゃないんですけど、はい、あのジルビセンテって去年というか、はい、今カンファレンスリーグ、ヨーロッパカンファレンスリーグに出場っていうところまで行ったんだけど、はいはい、そのある意味影響、初めてそのヨーロッパのカップ戦にチームとして出てる影響もあって、リーグ戦がちょっと残念なことになってますと。あ、18チーム中16位。できるぐらいだからポルトガルでまあ5位以内だったわけでしょ、3位とか4位とかだったわけでしょ。そうなんですよ。前年はね、はいはい、だからちょっとこのまま行くと、その ECL に関してはまあいいとして、降格なんですよ。やべえじゃないです。で、今、やっぱ、結果残してる藤本寛也選手、同僚に関しては。ああ、一緒か。そう。はい、彼は、やっぱ成績かなり残してるので、はい、ステップアップの可能性すら今示唆されてるんですけど、荒、うんうん、井選手に関しては、もし落ちるっていう風になってしまった場合、はい、ちょっとやっぱ外国籍の方難しいかもしれないなっていう可能性もあるよと。そうか、そうか、そうか。でもただ、ポルトガルで一定以上の成績を残してる方になってるので、うん、そうか、仮に日本戻ってくるのであれば、J1 でしょうね、もうね。ベルディでね。ベルディでとんでもないドリブル成功数を半年で誇って、データですくい上げられてね、気がつきゃポルトガルみたいな。そうなんですよ。ね、魅力的な。だ相当な金額で、それこそ1億2億の移籍金は必要なぐらいにもなってるので、まあだから J クラブの J1 が取れる。新潟とかじゃないの？合いそう。ね、コンマ4枠のところね。わかる。まあちょっとわかりませんけど、まあこの皆さんが今日本復帰の可能性あるかなということで持ってまいりました。はいはいはい、ということでございました。ワクワクさせてくれますよね。先生はこう毎回毎回冗談でございますね。本当ね。飯食いながらもう一回見てますよ。いつも私ね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいかがでしょうかと。皆さんのご意見も聞かせてください。コメント欄でお待ちしております。お願いします。毎日やってます。ミルアカメンバー
ーシップ、ね、ライブも行っております。そして、サブチャンネルはお昼にで終了ですよ、毎日やっていますということで。ぜひね、チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。お願いします。細々とグッズショップもやっております。タオルマフラー作っちゃったんですけど。概要欄見てみてね。はい、ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日来てください。どうも、じゃあね。またね。ワクワク。